赤星赤崎瀬尾赤星マシマシティーティー上がっちゃいましたということで、混ぜそば混ぜろ小岩店さんということでね、3回目の訪問ということでございます。私もう3回目かっております。はい、小岩からの方にいるんですね。今回もですね、その前にちょっとこちら触れましょうか。混ぜそばとネギそばオイリーメンというのを紹介させていただきました、ね。以前に、はい、紹介させていただきまして。今回は。なんで自分で入れたのに仕方なくみたいなことを言ったの。いやいや、違う。先に言っとかないとな感があって。貸し切りでね、やらせていただいたんで。あ、まあ、ありがたい。ありがとうございます。突撃です。でこぼこの字を使っちゃいましたけども。こちら、ね、メニューが混ぜそば、そしてジャンク混ぜそばと、なんとラーメンというのが始まってるんですね。あ、今までラーメンがなかったんですね。なかったんです。混ぜそば専門店だったんですね。あ、なるほどね。はい。で、まぁいろいろトッピングも増えてまして、うん、今回はですね、もちろんそのラーメンとですね、さらに、豚の追加もなかったんですね。なるほど。なので今回どっちも足して、頼んでおります。なるほど。どんなのが来るのかな？どんなのかな？こちらなんす！ラーメン。ラーメン豚2枚で、ニンニク増し油増し野菜絡めという一杯でございますね。乗ってますね、豚が。うん。で、増し増しはちょっと NG なんですけども、はい、ニンニクと油、これ増しできます。うん。それからですね、お野菜が、増せなかったり、あ、お野菜増し増しとかできなかったりするんだけども、二つまで豚の追加ができるっていう点と、うん、千葉県にも新店舗ができててですね、いろんな情報がありますね。ギュッとしてますけども、うん、はい、だいつか鎌ヶ谷の方にも行きたいなという。鎌ヶ谷なんだ。日ハムの練習場あるからね。あ、そうなんだ。鎌ヶ谷二軍のね。あ、ついでにじゃないですけど、ね、はい、ついでにハムと豚ですね。はい。あ、で、豚のね、塩がちょっと変わってるんですよ、はい、うん。味付けがちょっと弱くなったんですが、ギュチ感増して、こう、テクニカルな豚が楽しめる。テクニカルちょっともうちょっと詳しく。あ、だから外がポロ、中はギュチで。あ、それがテクニカルなの。テクニカル豚なんですね。とにかく見た目がうまそうだなっていうのは。あ、それもありますね。つい噛みつきたくなってしまう。そんな中、スープを飲んでおりますが、非常に甘みの強いスープでした。ね、うん、ラーメンも。で、出汁と油が絶妙にブレンドされた極上スープであります。なんか透き通っててうまそうですね。そうなんですよ。めっちゃ透き通ってるんですね。非乳化系のスープなんですね。はい。で、上に乗った油野菜なんですけども、まあ、一気に行くじゃん。一気に行きます。これ油野菜じゃないよ、もう。油油ですか。野菜なかったろ。おまけの野菜みたいな。甘みのある味付け油。でですね、なんと、野菜の方がですね、うん、味付き野菜なんですよ。え、あ、そうなの。これなんと醤油ベースのタレ、豚油などでコーティングされていて、ありそうでなかったという。確かになかったですよね、やろうと思えば誰でもできたのに。醤油もかけずに一気にここまで。いや、そういうことなんですよ、ね、美味しかったから、もう野菜自体が。うん。で、麺もね、改良されてまして、今浅草開花楼の極太麺なんですね。開花楼ね、はい、開花楼でなんかどん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 研究をされているという。見てくださいこれね、ごわごわだな、すごく。そうなんですよ、12ヶ月前より縮れている。1年前って書いてるから、1年前に、はい。いい具合のもちもち感ね。ごわ、顎が押し戻ごゴワゴワ麺と、そうだ、顎がちょっと入っちゃいましたけど、顎を押し戻してくる力がすごいんですね。弾力がね、弾力がすごいですね。さすが浅草ね。開花楼、開花楼。ちなみに150、200、300無料で選べますので、なるほどね、少なめっかいいなと思ったら150とかで申請ができます、うん、はい。で、ニンニク、マシだけでも結構な量入ってましたね、うん、で、山盛りに見えなかった理由としましては、結構みじん切りで刻んでありましてね、うん、あの全体に溶けやすい仕様なんですね、このニンニクが。細かさとしてはもうほぼトップレベルですね、うん、はい、辛さはほどほど辛ニンニクです、うん、はい、ほどニン、ほどニンですよ。中ニン、抜けニン、逃げ人まで行っちゃいましたけどね。ニンニクと、ニンニク、マシ、別々のコールなんで気をつけて使います。はい。ホワイトペッパー。ホワイトペッパーと、ブラックペッパー、ここに入ってんだ。どっちもあります。はい。食卓の胡椒のやつね。そうですね。白黒ダブルペッパーということで。まあ、黒胡椒だと、ちょっとあの粒を噛み砕いた時の食感とか、風味が苦手な人もいるんで、うん、あの、白胡椒でね、こう、爽やかに食べるのも結構ありなのかなという、感じがいたしました。ちょっと左ずっと呪文唱えてますね。ちょっと出しがちだけど気になるね、無性なのかな。まあ魚粉のね、食べていきますけども、魚粉と甘さのあるスープっていうのはこうなんかこうお魚の煮付けみたいな非常にマッチしたうまさを持つんだよね。うん、そこがいいとこだと思う、魚粉のうまさの、うん、はい、今回のスープには非常に合いました、うん、ということでね、やっぱり会員をして最後に
カロリーリセット。ない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 、ね。リセットはできないから。これですごく健康な、ゼロになったんで。ゼロになったの、はい、全部。これゼロですよ。1000カロリーぐらいのが。もうゼロ。あ、いや、2000はいってると思う。2000カロリーいってる。じゃあ、で、ゼロ。リセットです。嘘つけよ。これゼロです。腹見てみろよ。腹見ろ。え89.06 でした。マシマシレベル。マシマシレベルも。体重がじゃなくて。体重。いや、そこまでいっちゃったらさすがにね。ね、いや、いっ言ってるでしょ。89、うん、マジで89、小6の体重だよ俺。いや、小6がすごいね。じゃあ小6の体重いったことあったんだね、まあまあ、マゼロマゼロさんですけど、はい、やっぱね、マゼロさんの小岩店に3回行ってるから、うん、もう本当にそろそろ新店舗に行きたかったんだよね。鎌ヶ谷の次絶対鎌ヶ谷だと思ってたんだけど、うん、いやでも鎌ヶ谷市情報ありますよ少し。え、あ、なんですか。ありますよ。なんですか。なんと鎌ヶ谷市のマゼロさんがある場所、はい、あの駅のすぐ近くなんだけど、うん、そのすぐ近くに飛び地ででっかい船橋市があるの。でっかい。そこのちょうどギリギリ鎌ヶ谷のところにあるから、まあ、そういった地理のね、面白さも見せたいという。面白いですね、それは。はい。ということでね、マゼローさん、小岩店さん、まだ元気にやってますんで、ぜひとも行ってみてください。うん、ね。ごっつぁんです。Thank you.